速稼塾の久保です。2020年はね、どんな年になるのかなと思ったら、とんでもない年になってしまいましたね。で、一旦特別定額給付10万円ってのが全国民に配布されましたけども、菅政権になってですね、なんか菅ノミクスというもののこの骨子のね、1本目が携帯電話料金の値下げかと思うんですけども、もう一つがですね、どうやら10万円の再給付だそうなんですよ。ちょっと記事の方を読んでみたいんで、そちらの方に、ちょっと移したいんですけども、いかがでしょうか。菅ノミクスで、刺激経済、消費刺激、10万円再給付示唆ね、あるでしょ。携帯料金大幅値下げに執念、上位3社は寡占状態、世界で最も高い料金だということなんですけども、これはね、菅総理以前から言われていたのと、まあ、業界でもずっとね、話に上がっていたのが、携帯電話の会社って基本的に3社になってしまったんですよね。で、3社でもうほとんど同じようなサービス体系、料金体系になってしまって、差がなくなっちゃったんで、乗り換えキャンペーンでもう行ったり来たりしてユーザーを、まあ、共有してるのが現状だと思うんですよ。ただね、やっぱり携帯電話の会社って他にもね、いっぱいあるんですよね。私が調べたところ800社ぐらいあるそうなんですよ。でも、なかなかそこを利用されませんよね。まあそういう現状があるそうです。ですんで、今回、もうガラガラポンではないですけども、この携帯電話料金にね、切り込んでいこうということで、携帯電話料金が楽になった部分は、他の消費に回してくれるんじゃないかなっていうふうなことを期待してるそうなんですけどもね。で、1割、2割だったら改革にならないんで、まあ4割とか5割を見込んでるそうなんですよ。これは携帯電話料金の値下げの幅ですよ。まあ、ですので今、格安SIMってのがありますけども、あれ全然浸透してないんですよね。ほとんどの方が格安SIMの存在は知っているんですけども、2019年の平均で、その、1万2000円ほどだそうですよ。携帯電話の料金に毎月利用されている金額ってのが。だから4人家族で単純に4万8000円電話料金がかかるそうなんですよ。で、昔ね、固定電話ってのがありましたけども、あれの料金ってのはいくらだったか忘れましたけども、数千円だったと思うんですけどね。そう考えると、今最も私たちがお金を払ってるものは、電気代でも水道代でもね、食費代でもなくて、携帯電話料金なんじゃないかなってところまで来てるんですよ。じゃあここにメスを入れて、じゃあそれをね、もうちょっと利用しやすく、まあ、少なくとも毎月毎月5、6000円で済むようにしたいんじゃないかなというふうに思うわけなんですよね。まあ、この携帯電話料金に関しましてはね、これからどんどんニューシリーズ出ると思いますので、そちらの方ご確認いただきたいんですけども、今回の本題は10万円の再給付ですよね。こちらの方はね、こう記事読んでみてください。10万円の特別定額給付の再支給も示唆するなどというふうに書かれてますよね。ですんで、実際に示唆してはくれていたんですよね。で、菅ノミクス、多分消費税減税はないと思います。その代わり10万円払うからちょっと勘弁してよって話なのかなとも思いますし、あと携帯電話料金のことをね、いじるんでなんとかしてくれってことかもしれません。ということでね、財務省というものがちらついてくるわけですよ。財務省は消費税を下げたくないと。そして経済均衡論といいますかね。お金っていうのは限度があるから、どっかに支給したらどっかから取り戻さないといけないっていうね、理論に縛られてるんですよね。でもね、やっぱり私が見るところ現在貨幣理論っていうのがありますけども、お金っていうのは現在ね、通貨発行なんですよね。今世の中に回ってるお金っていうのは誰かが借金をするから生まれていると。で、その借金っていうのはどういうふうに作成するかというと、どっからかお金を集めてきて入って貸すんじゃなくって、あなたにこれだけ貸しますよっていうふうに帳面に書くだけなんですよ。帳面に書いて、プラス利息を書いて、で、貸し出しすると。返済が終わったら帳面に書いたのにゃにゃって消して、利息の分だけがプラスオンされて、インフレが起こるという、こういう仕組みなんだと思うんですよね。まあですんで、10万円の定額給付も、仮にね、毎月毎月10万円を全国民に配っても、3年ぐらいはびくともしないわけですよ。それ以降はわかんないですけどね。まあそういったことを考えたら、もう1回、2回再給付をしても、特にね、誰かが困るってことはないんじゃないかなと思います。特に今、消費がものすごく抑えられてますんで、10万円を、はい、あげるよってことになると、やっぱりね、例えば生活に困った方はその10万円すぐ使うと思いますし、その分だけね、消費が回るわけですから、お金に困った方がだんだん困らなくなるっていう形ができるのかなと思います。そしてお金持ちの方は10万円給付してもらうと、それは課税でまたお返しするんで、全く問題ないではなと。もらえないお金ってことになるんで、こうやって経済っていうのは調整されるんではないかなと思います。まあですんでね、2回目と言わず、3回目、4回目、5回目と、少なくとも5、6回はね、ちょっと配布していただいたりとか、あと、社会実験としてベーシックインカムの話もありますから、もうこうなったらね、1年間ぐらいずっと支給したらどうなるのかなってことをね、試してみたらどうかなと思うんですよ。
で、その付けを将来世代が払うかというと、別に払わないですからね。将来世代っていうのは、新しく生まれた国債の返済に新しい国債を切って対応するだけですから、全く問題ないです。それよりもね、今経済が停滞して生産拠点が失われたりとか、お店が潰れたりとかね、働いてる人が働けなくなって、子供たちにすごくね、金銭的な負担をかけるよりも、将来世代につけっていうんだったら、今生きてる人がお金に困らない暮らしを作った方が、それよっぽどね、つけが回っていかないんではないかなと思いますけど、皆さんどういうふうにお感じになるでしょうか。ではね、今回お話した顕在貨幣理論 MMT についてはまた別の動画でしっかりとお伝えしていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。いってらっしゃい。